細すぎてごめん。ナイスボディー。おお。よっしゃ。あ、よっしゃ。そうだよな。日本酒調べときます。失敗した。談笑するあなたたちのもとに依頼人の女の子がやってくる。あ、チャッピー見ろ。どうもチャッピーがどうかしたんですか。チャッピーを助けてほしいんです。チャッピーって何者ですか。チャッピーは愛犬です。犬どっか行っちゃったんですか。犬が今お化け屋敷にいるみたいなの。なんでお化け屋敷なんで帰ってきたんだ。3日前にいなくなって行方不明だったんですけど、お化け屋敷に今いるっていう風にあのなんか垂れ込みがあってどこのドイツだよそれはソースどこですか。ソースは近所の人なんですけど、お化け屋敷っていうかその心霊スポットなんですけど、古い洋館の怖すぎて入れなくって、あなたたちならなんかそういうの解決してくれるって聞いて。あ、もしかして我々のこと知ってます。はい、心霊撲滅ゴーストバスターズそのように伺っております。はい、やらせていただいてます。我々にお任せください。ありがとうございます。チャッピーは人懐っこい性格をしたメスの黒いトイプードルで花柄の首輪つけてます。任せてくださいな。ありがとうございます。ではあなたたちは古い洋館の近くまで来たところで、もうあんたら、あ、近所のソースのおばちゃん。あなたがソースだよ。ソースはどうしたんだい。あんたら今どこに行こうとしてたソースか。あ、ゴミがソースに。ちょっとね、迷子の犬を探しにね、この辺の近所のね洋館に行こうとしてたんですよ。あそこはね、犬神屋敷言われとってね。犬神屋敷、うん、ちょっとまあそこの家族が大変なことなったりとかいろいろしとるからね。あ、誰か住まれてるんですか。いや、今も30年前の事件で、それからずっと空き家なんですね。そうっすよ。あーそうなんだ。狙ったようになってきましたね。ソースバー富を生むために犬殺すいう儀式を行ってた。それから気をつけてね。はい。いや、そんな物騒な儀式を行われてるの。でも、いや、ソースバーの言う通りだから。お前ソースバー信じすぎじゃねえか、ジェビー。大丈夫か。ソースバーのソースは 100% よ。そっか、まあ俺たちの情報源として役に立ってくれてるもんな。ソースバーは 100% ソースよ。そうそうっすね。 S 市の外れにある洋館に着きました。屋敷は高い塀で囲われていて、立ち入り禁止の看板が掲げられているんですが、小さい穴があったんでそこから入っていったのかもしれません。うん、ごそごそ。あなたは門に詰まります。ショーンさん、ダメだ。ショーンさん、お尻がトイプードルが入れるぐらいの穴しかないので今俺たちトイプードルじゃないだろ。まずい、入れてませんよ。引っこ抜いてくれ。あ、どうしよう、どうしよう。もしくはさらに押してくれ。あ、なるほど。ジェビー、押せるか。うん、わかった。拳だ。あ、そうだよな、俺も押すなら拳しかないんだ。じゃあ俺は右の尻の方を叩く。じゃあ俺は左の尻の方を突き刺すぜ。じゃあ失敗したので、熊のプーさんがあの門に突っかかったみたいな状態になってます。じゃあそうやっているところに警察が来ます。プーさんいる。ちょっとどうしてんのそこで。ちょっと我々ちょっと犬探しにですね、うん、え、犬探し。我々こういうものなんですけど、名刺を出します。え、撲滅バスターズ。僕バスと呼んでください。僕バス勝手入っちゃダメだよ。あ、そうですそうですよね。ウィントマロウィンって言えば、ね、この人がちょっと勝手に突っ込んでっちゃって、はい、すいません。所長、なんか彼らもついてって大丈夫ですか。一般人を勝手に入れるのはどうかと思うがね。そもそもあなたたちはなぜここに。なんか1週間前ぐらいに男の叫び声が聞こえたっていう通報を受けてきたんだけど。え、警備声。男の。それ犬じゃないですか。も誰も住んでないってお伺いしました よ。では警部の方々、男の方、我々は犬を探します。我々もこう見えていろいろ役に立ちますよ。誰か説得できねえか。説得をよ。よし、こんな格好だがとりあえずチャレンジしてみよう。男はな、やるときはやるんだよ。どういう格好なんだ。お前さん、こっちを向け。こんなかわいそうな、かわいそうな俺を置いていくのか。お前初期値だったのか。お前警官に向けてなんで資料向けてんだ。どうしたの、おめえ。
あれはうちの所長さんなんだけどね、普段は椅子にふんぞり返ってるくせに急にパトロールするって言って連れてきたんだな。どういう意図があったか分かんないけど、とりあえず出してあげるよ、ズリズリ。ああ、よかったよかった。すいません、ありがとうございます。お前だ。ロビン？屋敷に入った一行は、うん、もう玄関入るとですね、数十枚の1万円札が床に散らばってるのを発見します。おや、金だ。ダメだ、手がダメだ、ダメだ、取るな。ジュラルミン製のトランクケースも発見します。お、もっと入ってんじゃないか、あっちの方。ダメだ、うちいくらうちのバスターズがちょっと決済なんだからって、ダメだよ。じゃあそうやって開けると中には白い粉が大量に入っていました。うわ、落とし物だ、おまわりさん、落とし物です。おい、これはどうやら、僕が拾ったから1割ください。一般者が拾ったら私が預かる。あ、全部取られちまった。が、あれを見る限りなんか揉め事があったくせえな。まあ、白い粉っていうだけでちょっと匂うよな。プンプン、取引的な。所長、気持ちはわかりますけど、あの現場保存なんかはうるさい。なんだなんだ、怪しいな。稲臭くなってきたな、所長。ではホールの方まで来るんですけども、ホールには神棚があって銅鏡が祀られているのを発見しますね。ピカピカかな。どれどれ、ちょっと俺が映るかどうか見てみようじゃないか。チラ。そうするとあなたは奇妙な感覚に襲われて、2マジックポイントと2小気度を失います。ピカなんだこれ、キミコさん。一瞬だけ目の前に星々が輝く宇宙が広がってるかのような錯覚を起こし、産地チェック小気度ロールを行ってください。うかつだぞショーン。失敗したので 1D3 失います。何をやっているショーン。ショーンさん、何をドタバタやってるんですか。うわーほら、遊びじゃないんだぞ。マックスハート。我々は犬を探しに来たんですよ。あなたは短い時間で不定の狂気に陥ります。嘘だろ、5だぞまだ。 1D10 で決めましょう。あ、10! 10! なんだなんだ、消えたぞ今。消えたぞ今。鏡に吸い込まれたか。吸い込まれてないか。あなたは脅迫観念に取り憑かれた行動をずっとし続けます。俺がさっき手柵に挟まったのは太ってるからだ。お腹を引っ込めます。ナイスボディ。寄せた。どうだい、スマートになった僕は。かっこいいやろ。うわ、す細すぎる。スマートになったあなたは、鏡はこの世と異世界を結ぶ門の働きをすることがあると思いつきます。これは門だ。何、みんな絶対見るなよ。背中で隠しながら両手に持ちます。おい、でもショーン、今お前は細くなってるから俺も見えるぜ。産地チェックです。しまった、俺が細いばっかり。隠せてない。すまない JD。 失敗は HD3 失って宇宙とつながります。なんでだよ。これが門、扉が。安すぎてごめん。最後の扉が。10、細すぎてごめん。ごめん。2点、失ってごめん。ごめん。そうやって持ってるってことは俺も見えてるってことじゃないのか。産地チェックです。あー。俺が細すぎる。失敗は HD3 失います。見えちゃってごめん。あ、うわ。じゃあそうなってる中、ガラ、獣のうなるような声が聞こえてくる。なんだ、奇妙なことにその声は次第に大きくなり、あたりには海の臭い匂いに似たひどい悪臭が漂い始める。ひどい匂いだ。そして影が現れる。恐ろしい影を発見したあなたたちは産地チェック小気度ロールを行ってください。もう無理、痩せてるよ俺は。おいおい、あの人はこんな犬を飼っていたのか。おお、成功はゼロ。プードルにしちゃでけえ。失敗は 1D3 失います。おお、大丈夫かみんな。さっき失ったばっかりだ。おお、肉付きがいいやつから食われるぞ。あなたたちに犬は襲いかかってきます。じゃあ JB に向かって突っ込んでくる。よし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 、よしよし、おでことおでこを合わせて燃射。僕は悪くないよ。いい子だね。ピボーイ、ピボーイ。あの、返事が返ってきます。全部食う。やだー、私食われる。誰かおまわりさん。おまわりさん、こいつ犬です。犬のおまわりさん。おまわりさんがあなたのことを身を挺して、うわーって突きつかれます。おまわりさん。
おまわりさんは天井を通り抜けたように連れ去られてしまいました。まずい、連れてかれたのか。天井には大きな人型のシミが残るだけで、その恐ろしい光景に産地チェック正気ドロールを行ってください。プーさんが泣いちゃう。全員失敗したので 1D6 プラス1失います。なんだちょっと待ってくださいよ。やばい、もう死ぬぞ。おー、でも2だ。あ、2点押された。JB 不定の狂気、ペレオも不定の狂気ですね。狂気が俺の中に染み付いてむせる。そして俺も振って狂気が入ってくる。 JB は制御不能の震え、あるいは会話や文章で人と交流できなくなる。あなたは命なのよ。会話で歌うんだ。私はかから。ペレオは支離滅裂、妄想、常軌を逸した振る舞い、幻覚などを行う。今日でも足の裏が痒くてさ、おへそのごまとかさ食べたら美味しいよね。ショーンはスリムになってます。ちょっと一回ご飯を食べようかな。お前たちしっかりしろ。お前たち鶏肉食べよ。あなたはおい、将棋に戻れ。あっ、ぶっ、稲妻のように。いいか、お前たち、うちの部下が連れてかれたんだ。手伝え。わかりました。では、うん、私は1階の方を探索します。いや、2階に連れてかれたぞ。まあいい、まあいい。しかし、どこを見れば、うん、変な匂いがするって言ったら、台所のところとかなんかないか。あ、海みたいな匂いがしたぞ。そっちには特に何もないぞ。何もしかして、ここを知ってるんですか。ん、いや知らん、こんなところ初めて来た。でも今さっきないって。あ、なんか汗かいちゃったからすげえ体ベトベトしてる。お風呂に入ろうかな。浴室行こう。さそんな話を途中でやめるだなんて。あ、行こう浴室。なんか知ってる風だったな。サラサラサラ、ピチピチピチ。水で汗を流してますなんだろうこの胸のモヤモヤ。風呂の壁にこう肘ついてこうシャワーをさあ、じゃあドア越しにこう背もたれになって JB と話そう。じゃあ話してる間に洋室調べときます。じゃあ洋室はまるで獣が暴れたかのように荒らされていて、壁は血の跡とかが残って。そこにあったんだ。人のシミとかも残ってます。産地チェック消費ドロールです。なんで隣から叫び声が。いや言いづれな JB、 きっとなんかあったんだよ。そっか、失敗は 1D に失います。お前は今シャワーに集中するんだ。 1D にゃーみー。変だな、シャワーのせせらぎが人の叫び声に聞こえる。私疲れてるのかも。ショーンは手帳を発見してこんな文章を見つけました。おや、この家はどこかおかしい。奥様やお嬢様はいい人だけど、旦那様は家の繁栄のためと言って犬を殺している。しかも今度は怪しげな骨董品から妙なものを買って何かの準備をしている。怖い、何かおぞましいことが起こりそうな気がする。あー、取ったぞ。おい、みんなちょっとネットにします。ピピ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 。42度に設定しました。45度に設定しました。湯船に使ってる時に給湯器最新式かよ。どうしたジェビー。ふきふき、もう二人とも暑いな。なんてこと。さっきの海のような嫌な匂いは全部取れました。ほらこの家やばいって書いてるって。ほらほらほら、どれどれ。さっきの外のおばちゃんが言ってた、ほら犬をなんか富に変えるみたいな、そんなこと書いてるって。やはりそういうことだった。言った通り、こっしゃいられねえ。2階に急ぐぜ。ダバ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 。では2階に行きました。どこに行きますか。あ、骨董品。旦那様の部屋が怪しくないか。書斎だな。書斎じゃないか。書斎か。で、書斎に行ったあなたたちはオカルトめいた本がたくさん収められているのを発見しますね。この本棚にはオカルト的な本しかねえ。あ、図書館触れそう。これはオカルトだな。ではこんな本を発見しました。呪術、犬神付き。一族を繁栄させるための呪術。儀式は捕らえた犬の前に餓死寸前になるまで食べ物を置き、その首を切るという残酷なものだ。切られた犬の首は食べ物に食らいつくように飛び、その首を焼いて骨にし器として祀ると、一族に犬がつくという。この儀式によって犬神付きとなった一族は繁栄するが、時にはその容姿を巨大な犬の姿に変貌させるという。このシチュエーション、どこかで見たことがある。それもさっき。ということはもうすでに儀式は行われていて、あのさっき見た犬がこの屋敷の人間なんだろう。この通りに行くと旦那様じゃないのか。こうしちゃいられねえ。俺は応接机に座るぜ。じゃあふかふかです。
じゃあ3人で座ってるところにここの主人のメモを発見しますね。机の上です。おいおい、これはメモじゃないか。ついに犬神が住まう宇宙への冷たい影を手に入れた。これを持って門よ開けと念じれば犬神への道が開かれる。青吉は私に永遠の命、空間と時空を超える力、そして富をもたらすだろう。富、力、名誉、そういったものに取りつかれて時空も空間も飛び越えていく。この世のすべてそこに置いてきた。ショーンさんがスッと細くなった時に門がとか言ってませんでしたっけ。宇宙門が扉が開かれるとは。それそれそれ、みんなスリムになったり尻滅裂になったりしてます。耳に赤が溜まったらいい感じなんだよな。大隠膜を使い太ることもできる。やられんさんだ。痛いよ、殴ったね。俺たちは痛い。この冷たい鍵とやらが何なのかが分からんからもうちょっと調べるぞ。わかりました。いつの間に警部、わかりました。ずっとついてきてはいる。貴様らがシャワー浴びてるところも。そうだったんだ。まさかふかふかのソファに座ったところも。ああ、そうだ。遠くから見た。よく黙ってくれてましたね。ありがとう。次はどこに行く？寝室に入ろうと思ったその瞬間、何かを感じる。あ、子供部屋だ。子供部屋があるぞ。ただ心変わりしただけじゃねえか。子供部屋が、俺はここに何かあると感じる。では子供部屋で娘の日記を発見します。む、丸月丸日、お父様がまたあの怖い儀式やってる。お家の商売がうまくいってないみたい。あんな呪いみたいなことをなんでや。どんな意味が。気持ち入ってんな。お金なくてもみんな一緒なら幸せやんか。丸学三角日、お父様の様子が昨日からおかしい。お夕飯の時はまるで犬みたいに食べるし、生肉をたくさんご所望して、お話の犬が身持ちになったみたいで怖い。丸学四角日、見てしまった。お嬢様の口が裂けて牙が入い、手には狼のような影の具が入っていた。お前の箱は隠れてきたぞ。衣より光る牙と爪が恐ろしい。それに体が角張った鋭い形に変わっていたり、時々別のどこかに消えてしまったみたいに消えたり現れたり、もう元のお父様に戻って。日付はなし、血に染まっている。家政婦さんも食べられた。壁を抜けてお父様が襲ってくる。お母様は上に逃げた。どうか助かって、誰か門を開いて、海を宇宙へ捨てて助けて。だいぶ気持ち入ってたな、ジェビー。さっきの警察官の人と同じじゃないか。これ海を宇宙に捨てるが何なのか分かんないな。とりあえず海を捨てればいいんだな、宇宙へ。あと門は開かないといけないみたいだから、鍵はどっかにあるんじゃないのか、もしかしたら。この上へ逃げてっていうのが気になるな。ちょっと天井に抜け道がないか見てみてもいいですか。ではたくさんの黒い影を発見します。サンチチェックです。みんなが。いや、首が痛くてちょっと俺足向きがち。すごい、よかれと思って、気持ちが入ったメモだ。よかれと思って、ギャー。ちょっと首に力入れすぎちゃった。気持ちが入ったメモだ。 1D に失います。ままならねえな。スリムにどんどんなっていきます。シュさあみんな次の部屋に行こう。ショーンどこ行った。ペラペラ。俺は今ミスターの世界にいる。ミスターゲームアドウォッチみたいになってるじゃねえか。寝室に行くしかねえよな。ああ、まだもう一部屋残ってる。では寝室に行くと冷気が漂ってきてますね。寒なんだ、ひんやり。2階の洗面所の方からです。ドライアイスか。あ、でもドライアイスか。とふと上を見ると換気口から何か冷気が漏れ出てる穴を発見しますね。おい、首が痛かったんじゃないのか、JB。 今治った。うるさんぞ俺は。今治った。それ言ったらね、今治ったこやつこやつ。やっぱストレッチって大事なんですね。まあまあまあ、そんなペラペラすんなって。じゃあちょっと覗いてきなよ。はい、じゃあショーンがペレを肩車して、ペレオが俺を肩車する感じで。よし、乗れジェビー。どうやら屋根裏部屋があったみたいで、そこから冷気が漏れ出てるのに気がついて、 JB は今屋根裏部屋にいます。おお、お母さんはいたか。わからん、ちょっと暗すぎるな。目が慣れてきたのか見えるんですが、数多くの白骨化した死体を発見しました。サンチチェック長期ドロールです。じゃあ 1D4 プラス1失います。1D4 プラス 1? 持たないぞ。それで言ったらショーもとっくにやばいんだよ。クーン、犬呼んだのか、犬がいるのか。よく見るとですね、高級そうな衣服を着たおそらく女性だった死体で、一生めいた血文字が傍らにこう書かれていてですね、門は神棚の鏡、誰か娘を助けて、ママー。
そして手にはソフトボール大の水晶が握られていてめちゃくちゃ冷たいですね。これがレイキの正体であることがわかるでしょうか。ほっこい、ひょっこい、冷たすぎて逆にほっつい。ジェミー、コロコロコロ、あんた、逃げろ、ここは、ここは、ケンさん、逃げろ、ケンさん、ダメだ、あんたも逃げるんだ、大丈夫か。しかし俺はもう体が重くて。ケンさん、ケンさん、部下がいましたよ。応急手当とかしてやれないのか。私には傷を治す力はない。頑張れ。諦めるな。デビー引きずってこれないか。わかった、なら俺の STR にかけて無理やり引きずり下ろす。なんとか下ろそう。あ、ダメだ、ピクソもしねえ。ダメか、ダメなのか、でかいからな。ケムさん、ケムさん、重力を感じるんだ。もし重力ここから動けないならば、まさか力強く、力強く、力強く、自分は重い、自分は重いと念じて、その屋根裏の床を突き抜けるんだ。トンネル効果みたいに急に降っていこうとしてるのか。そう、そしたら浴槽、浴室に落ちてくるはずだ。わかった、重力だな。俺のサイズ、重さは18あるから 18×5 で行ってみよう。そうだ、君なら、君ならこの床を、門を抜けることができるんだ。うおー、トパーギャー。うわー、床バラ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 。そうか、そういうことだったのか。これで俺は助かる。門を開けばあの猟犬を宇宙へと追えることができる。お前ら、その水晶をよこせ。ケープさん、急にテンション上がってどうしたんですか。拳銃をあなたに向かって突きつけてきます。何、キャインキャイン、僕は警察の犬だわん。え、渡すのか。水晶玉渡しますか。渡すなんて一言も言ってないわん。そうだ、俺たちは渡さない。 JB は渡さないぞ。ちなみに俺も拳銃があるんだけど。これじゃあ拳銃奪えたらなんかできることにしてもいいですよ。僕は警察の犬と見せかけてシュン。あ、僕は警察の犬だわん。じゃあその間ペレオは何しますか。水晶だわん。じゃあ JB が動くと見た時に共に両サイドから動きます。はい、シュン。僕も犬だわ。犬だわ。水晶あげますわ。その間スリムになった瞬間は何しますか。きっと気づかれないと思うので後ろから組みつきます。じゃあ紐のように巻き取れたかどうか。シュルシュル、こういう戦い方もあるんだぞ。シュルショーさん、ゆるりと来たろ。じゃあその拳銃を固めて奪えたかと思いきや、その真後ろに奴が現れる。恐ろしい影はキュビズムの絵画のような角張った鋭い形を表したかと思うと、青い海にまみれた猟犬とも思えるおぞましい姿へと変貌した。その不中を漂わす渦巻く青い海によって形成された猟犬を目撃したあなたたちは産地チェック証拠のロールを行ってください。はぁ、あ、もうそろそろ無理。やばい、持ってくれよ。やばい、俺の3。わおちょっとこれ1に20失うんだけど。もう無理かもしれない。俺はまだだ、まだやれるぞ。あおあおあお、いっけー、13死ぬ。ババウ。じゃあ2人敗人になった。ババウ。2人は渡さないぞ。ババウ。2人ともゼロになって、ペレオが死に滅裂になってる中、東京確か賞担いでんだよね。あ、東京は、はい、あのまま。じゃあ、はい、担いでる中、鍵も今敗人になったとはいえ JP が持ってるね。はん、はん、待ってるよ。最後の力を振り絞って門を開けたかどうか。いろいろ食べると美味しいよね。お願い、コロコロ。うわー、美味しい。じゃあ全員過剰に魔力を冷たい鍵に放り込んでしまって門が開いたんですが、あなたたちは宇宙空間へと連れて行かれてしまいました。おー、美味しい。